はい、それでは、マジックのボリューム2第3回目をやっていきたいと思います。で、今回でボリューム2が最終回になるんですけども、第3回はですね、プレゼンボードを作ろうというところと、もう一つ BIMx というものを書き出して、見てみようというような内容になっています。それではですね、やっていきたいと思います。で、テキストの内容は26ページから始まっていきます。プレゼンボードを作ろうというところで、作成した建物のモデルから図書を作成していきます。ArchiCAD では図書を作成するときに役立つ機能のビュー登録というものがあります。で、ArchiCAD では一つの建物のモデルから段階の図書を作成、表現することができます。で、その一つ一つのビューをストックできる機能というのがビュー登録というものになります。で、ビュー登録をすると同じ平面図でもペンとカラーといったようなものであったりとか、図面のスケール、そしてレイヤーの表示のオンオフの組み合わせであったり、平面の切断面の高さ、で表示のオプションというものを、各ビューごとに個別の設定をして保持していくことができます。そうすると、ページの26ページの下の方にある、平面とかカラーの平面とか、あるいは断面、立面のカラー、パースといったような形で様々なものというのが一つのモデルから表現していくことができます。では27ページの方に行って実際にやっていきたいと思います。平面図を仕上げようというところで、まずは平面図のビューを整えていきます。左にあるこのモデルですね。モデルがまずは通常の状態になっています。で、これをですね、表現を加えていって、白黒のモデルをまず一つ作っていきたいなと思います。1番、表現の上書きを使い、白黒の表示に変更しますという形になっています。表現の上書きというのは、ドキュメントのところの、ここですね、ここに表現の上書きというものがございます。で、ここから、無地 2D のみというものを選択してみてください。そうするとこのような形になっていきます。で、アスタリスク、クイックオプションバー、表現の上書きからも変更できますとありますが、ここから先、かなり、このクイックオプションバーというのが有効になってきます。クイックオプションバーというのはこの下にあるバーのことになっています。で、ここの中からですね、2D、の、ここです。これが表現の上書きというものになっています。ここを押してみると、無地 2D のみとなっています。例えば先ほどだった上書きなしというものから、無地 2D のみと。上に行って開くよりも早く開くことができるので、非常に効率的に使っていただけます。で、続いて、ペンセットを変更しますということで、ドキュメント、ペンセット。で、そこからグレースケール2というものを選択してくださいという風な形になっています。で、これで白黒になりました。参照はちょっと紫色になっているところ邪魔なので一回切っておきます。で、これも同じでクイックオプションバーのペンセットというのは先ほどの表現の上書きから2つ隣にあります。ここを押すと出てきます。ではですね、ページを進めて28ページ。次はレイヤーの設定になります。レイヤーの設定で見せるもの、見せないものというのをオンオフすることができます。レイヤーの設定というのは、ドキュメント、レイヤー、そしてレイヤー設定を開いてください。こちらの場合はレイヤー設定というよりは、モデルビューというふうに書いてあります。で、ここから、まずは、非表示にしたいもの、今回の場合は断面図と立面図という風になっていました。前回の時に、一番最初に断面図と立面図は非表示にしてしまったので、特に問題はないと思うんですけども、もし、ここの目のマークが開いている場合はですね、レイヤーがオンになっているというような形になりますので、ここ、押して目を閉じたような状態。立面図と断面図は閉じたような状態にしといてください。で、5番の方で、レイヤーセットを作成しますということで、新規作成をクリックし、新規作成ですね。クリックしてもらって、名前から、名前をつけて保存しますと。平面図。マジック、平面図というような名前をつけて、今回保存してみたいと思います。そうすると、レイヤーセットの方に、マジック、平面図というのが登録されました。これは何かというと、ここで選ばれたものはですね、先ほど、例えばこれオンオフを切り替えていたものというのを記憶したものになります。ですので、例えばこの図面にもあの図面にも、立面図と断面図は表示したくなくて、それ以外のものは表示したいよっていう時は、このマジック平面図っていうレイヤーセットを割り当ててあげれば、それで、簡単に済むと。で、これもですね、クイックオプションバーレイヤーセットというところにあります。ここにあります。ここで選択したもの、作ったものをこう出してあげる。すべてを表示でやると、先ほどのこの断面図とか立面図とかっていう線が出てきてしまう。で、これを素早く切り替えていく。っていうような形で使えるようになっています。ちなみにレイヤーの設定はここからでも出すことができます。先ほどのも同じでペン設定とか表現の上書きもここからアイコンで出していくことができます。で、一個一個切り替えるよりも、このレイヤーセットを登録しておいて、それを割り当てていくというような形が早いかなと思います。で、ここまで行ったらビューの保存をします。ナビゲーターからビュー一覧というものを出していきます。今開いているのはおそらくプロジェクト一覧というものになっていると思います。これがナビゲーターと呼ばれるものになります。これですね。これがビュー一覧と呼ばれているものになっています。で、ここから、まずはビューを保存します。これですね。現在のビューを保存というもので保存をしてみてください。で、まずは名前をカスタムに変更し、新しく名前を付けてくださいと。ここでは 1FL1/100 ということで、100分の1の1回の図面ですよという形にしています。で、名前を付け終わったら一般のところというのを見ていただいて、ここが先ほどクイックオプションバーで見ていただいていたところすべてになります。で、このクイックオプションバーというところに含まれている内容はここになっているんですけども、ビューで登録できるもの、保存できるものというのがここに書いてあるものになります。レイヤーセット、スケール、構造表示、ペンセット、モデル表示のオプション、表現の上書き、リノベーションフィルターというものになります。あとはですね、この 2D、3D ドキュメントというところで、今の、例えば、ミリメートルとかメートルの表記の仕方。あるいは、今のズームのサイズ。で、あとは、平面図の切断面というところで、これはクリックしてもらうとですね、どこの高さで切りますかと。けど、ベースでは1100の高さで切っているので、1100の高さにあるところで、切断のラインであったりとか、見えがかりのラインというのを作っています。で、ここを個別に覚えることが、記憶することができます。で、あとはですね、このビューを開くときに、ズームと回転を無視という風な形に書いてあります。テキストでは、チェックがついているかと思います。で、これ何を意味してるかっていうのは、登録した後にご説明していきたいと思います。で、あとは 3D の時に使うような 3D の、どういう、例えば、表示のエンジンをどうするかとか、レンダリングのシーンをどうするかっていう登録もできるようになっています。で、ここのところですね、とりあえず作成してみたいと思います。作成すると、ビューのところに 1FL100 分の1というものになっています。で、これが、先ほど見ていただいた、この、ビューを開くときに、ズームと回転を無視というのがあります。これ何かというと、今ダブルクリックしてもですね、何も変わってないと思います。上書きなしの状態でちょっと見ていきます。ペン設定も通常のデフォルトに戻しておきます。で、ちょっと拡大した状態で、この 1FL100 分の1をダブルクリックします。場所というものは、移動されないんですけども、作られた、ペンのセットであったりとか、レイヤーのセットであったりとか、あるいは色っていうものはすべて登録した時のものを記憶した状態というのが、今のやり方になります。で、逆に、このビューを開くときにズームと回転を無視というのをチェックを外すとどうなるか。これはチェックを外してあげると、登録した時のこの画面の場所をキープする。そこに移動してあげるっていう風になっているので、例えばちょっと拡大してもう一回ダブルクリックすると、登録した時のところ。じゃあこれ、ちょっと大きくしすぎちゃったから、少し拡大して、この建物全体ぐらいで、もう一度再登録したいっていう時どうするかというと、そのままもう一個保存してもらってもいいんですけども、増えてしまうので、設定から現在のウィンドウ設定を取得というのを押して、OK をする。そうするとどうなるかというと、ちょっと横の方に移動してダブルクリックすると、さっき登録した場所になっています。で、これというのは他にもさっき回転というのがあったんですけども、回転がじゃあ何かというと、このクイックオプションバーに回転という項目があります。で、これで例えば90度回転させて見ておくっていうことがアーケードの中ではできます。で、じゃあこれをもう一個登録しておきます。1FL1 スラックス100。まあ、90度というような形で、登録してみたいと思います。で、その時は、回転とズームを無視のチェックを外しています。で、作成するとどうなるかというと、回転角度も覚えているので、この時の、図面の配置と、この時の図面の配置、回転角度も覚えているというような感じになります。なので、図面を回転させて、配置をしたいよとかっていう場合に関しては、こういうやり方がいいと思います。で、きちんと、この設定のズームと回転を無視というチェックを外しておけば、そのところにきちんと寄っていく、全体を表示する、あるいは拡大表示するっていうことができますので、ここの部分というのは使い方に、注意が必要になってくるかなと思います。ちょっと tips で逸れてしまったんですけども、この90度というのは、今回は多分テキストにも載ってないですし、使わないと思うので、まあちょっとそのままにしておきます。ということで、次のページに行きます。29ページ。平面図に色をつけようということで、これも tips になってます。はい、で、これでちょっとやっていきたいと思います。1FL100 分の1。これを使って、平面図に色をつけたものも登録しておきます。で、どんな風に登録していくかっていうと、まずは、これ何も書いてないんですけども、表現の上書き。というのは、まあ、ここ、下の方でちょっと操作しますけども、上書きなし。はい、で、ペンのセット、ペンセットはカラーです。で、平面図のスラブを選択して、スラブの設定を開きます。これですね。平面図のスラブを選択して、スラブツールをダブルクリック。で、ここで、表面塗りつぶしのペンカラーを変えるということで、ここですね。これを、じゃあちょっと、少し、グレーを濃くしてみます。15番ぐらいで、ちょっとやってみたいと思います。で、OK すると、ちょっと濃くなったと思います。で、他にもオブジェクトに、色をつけていきたいと思います。ここから少し tips を交えて話をしていきたいと思います。この家具、一つ一つ選択して、色を変えていくっていう必要があるんですけども、同じ種類の家具であれば、まあ一気に同じ色に変えることができます。で、オブジェクトであるとですね、例えばテーブルと椅子というのも一緒に変えてしまうことはできるんですけども、同じ色になってしまうので、今回は同じ家具同士を色を変更していくというやり方をとっていきたいと思います。やり方は簡単で、このように、グループ化されているとですね、すべて一気に選択されてしまいます。一個一個しか選択されない場合は、グループ化されてないか、グループが一時解除されているので、そのままで大丈夫です。こう選択した時に全部選択状態になってしまう方は、このグループの一時解除というアイコンがあります。これをクリックして、ちょっと選択を解除した状態。そうすると、バラバラに選択することができます。もちろん一時解除なので、もう一度クリックすれば全体を選択する状態に戻ることができます。はい。で、今回はですね、椅子とテーブルセットを変えていきたいと思います。どのようにしてやっていくかというと、一個ずつ、例えばテーブルを選んでいきたいと思います。複数選択するときはシフトキーを押しっぱなしにすると、複数選択が可能になります。全部選択したら、オブジェクトツールをダブルクリック。で、その中から、テキストにはすべてのパラメータ 2D 表示っていう風に書いてあるんですけども、オブジェクトによってはすべてのパラメータというのが存在せずに、ここにカスタム設定のところにですね、もう直で 2D 表示とかっていうのが出ているものもあります。テーブルは出ていました。で、この中のですね、一個一個変更していくんですけども、塗りつぶし背景ペン。で、こちらを、例えば少し赤みを帯びた38番で、登録してみたいと思います。そうすると色がついています。で、OK ボタンを押すと、こんな形で色がつきました。ただ、一個ずつ選択していくと、数が多い場合、時間がかかってしまいますので、その時に役に立つのが検索と選択になります。編集の検索と選択というところ、編集のところの検索と選択ですね。これ、ショートカットキー、コントロール F となってますけども、Windows のショートカットと基本一緒です。で、Mac の使ってる方はですね、ここにおそらくコマンド F って出てると思うんですけども、Mac 使ってる方も Windows 使ってる方も、ここからパレットを出すとき、何か使うときには、こうショートカットキーというのが右側に表示されていますので、これを覚えていただくと作業効率がぐっと上がります。検索と選択を開いて、で、ここから一つずつやっていくんですけども、まず一つ、追加していただきたいものがあります。オブジェクトの場合であれば、オブジェクト配置されているオブジェクトの名前というものがあります。これをキーにして、検索をして選択をするというような形になります。どこにあるかというと、ID とカテゴリーというところに入っています。細かく割り振らないのであれば、名前というもの、こちらをダブルクリックして追加してあげて、要素タイプと名前、これだけで十分です。じゃあ名前を何にすればいいか、何で検索すればいいかというと、要素タイプと名前というのが、入っているとですね、ここの部分というのは、この条件を、この椅子と同じにしてくださいとかっていうことができます。で、どうするのかというと、おそらくマジック1の、マジックの1のですね、回でやっていたと思うんですけど、スポイトツールを使います。スポイトツールは Alt キーを押した状態の時に出てきます。で、この状態で、こう、青くハイライトされます。で、左クリックを一回カチッと押してあげると、オブジェクトというもの。で、かつ、デザイナーチェアというものになっています。で、エスケープ2、3回押していただくと、もうスポイトで吸い取るとそのまま椅子が置けるモードになってしまうので、こう置けてしまいます。で、このオブジェクトでデザイナーチェアというのを一気に選択してくださいという風にプラスボタンを押してあげると選択されてきます。1、2、3、4、5、6、6×4 脚で24脚選択できました。で、そしたらまたオブジェクトツールをダブルクリック。で、先ほど話していた、ここの設定のところですね、カスタム設定となっている場合であったりとか、椅子設定となっている場合があったり、いろいろあるんですけども、大きくはプレビューと位置の下にあるこの項目というふうに覚えていただければと思います。で、ここで矢印をカチカチクリックしていくか、ここで、2D 表示というものを見て、塗りつぶし背景ペン。こちらちょっとオレンジっぽくしておきたいと思います。番号は56番で打っています。そうするとこんな形で色がついてきました。で、ここも同じようにスポイトで吸い取ってあげると、今度はこれソファーレイアウトというのに変わっています。そういう名前のものが、今は2個入っているということで、すぐ選択することができました。で、ショートカットキーはコントロール T というので、こう選択したオブジェクトに対してとか壁に対してその設定すぐ入ることができるので、コントロール T は非常に覚えておいた方がいいコマンドになります。何回も何回も開くので、これはショートカットで覚えた方が圧倒的に効率化されると思います。で、ここも椅子レイアウトと同じようにソファーレイアウトという設定になっていて、2D 表示というところから塗りつぶし背景ペン。で、これは少し、グリーンがかったもので、ちょっとクリックしてみたい。100番でクリックしてみたいと思います。そうすると、ここも色が変わってきました。すると、ここも色が変わってきました。で、このような形にしたら、じゃあ、ここでビューの保存ということで、1FL、100分の1、ちょっと全角になってたので半角に。で、カラーという形で。登録してあげると、こっちは白黒ですけども、こっちはカラーのモデルということで、何個も何個もいろんなパターンを作っていくことができます。で、もちろん50分の1と100分の1っていう形で使い分けることもできますし、このビュー登録というのは非常に重要なところになってきます。全体の建物のモデルは、このプロジェクト一覧というところで、立面とか平面とか断面、あるいは、カメラ、そういったものを管理することができます。で、さらにその細かな設定を覚えさせた状態で登録するのがビュー登録というものになっています。ではですね、ページを30ページに進めまして断面図を仕上げようということになっていますので、こちらも見ていきたいと思います。ね、ボリューム1で作成した S1 マジック-断面図でも同じですというふうに書いてあります。これですね、S1 の方をダブルクリックしてちょっと見に行きます。で、こんな感じの断面図が出てきています。で、ここですね、カラーとなっていますけども、これは、おそらくデフォルトを意味しているかと思います。これ先ほど Tips の方で移動していったので、カラーというもののペンを使っていますけども、通常時デフォルトというもので見ていただければなと思います。で、何をするかというと、ここの中で切断された要素の色を変えたりとか、そうでないものは、線の色はどうするか、塗りつぶしはどうするかっていう設定をすることができます。で、そこをどこかで設定するのかというと、断面図の1個ずつに対して設定することができます。これに関しては、ビューで保存するんではなくて、断面図一つ一つの項目で登録していくっていうような形になります。で、右クリックして、断面図設定というところに入っていきます。この S1 のところで右クリックして断面図設定に入っていって、モデル表示というところで、その表示のあり方というのを設定することができます。で、まずはモデル表示のところの切断要素、モデル表示の切断要素のところになってきますけども、ですね。切断要素に統一ペンというチェックを入れます。この時に、41番のペンと101番のペンと、あと121番のペンですね。を使っていきます。で、これそれぞれ何かというと、まず、切断要素に統一ペンというのは、切断された要素に対して、すべて統一の下の3種類のペンを投影しますというような形になります。で、切断のしたところの線の色は41番のペン。で、切断したところの塗りつぶしに関しては101番。で、背景に関しては白を使ってくださいねというような形になっています。で、これで OK をするというふうにすると、モデル自体が変わっていくと。で、ただ今回の場合はほとんど変わっていなかったので、そのままでいけるのかなと思います。例えばここに対して、例えば、無地とかっていうのを入れてあげると、切断されたところの部分の色味が出てきたりとか、そういったところっていうのを変えていくこともできます。この表現の上書きとこの設定というのを組み合わせて、使っていくこともできます。で、この次に書いてあるノートビュー設定というのは、先ほど、ご説明していた現在のウィンドウ設定を取得というものになっています。更新をできるよというようなコマンドになっています。で、続いて31ページ、立面図を仕上げようというところになっていきます。ナビゲーターからプロジェクト一覧、立面図 E1 を開きますということで、ちょっと立面図 E1 がないので、E の02、おそらくマジック1の時に作っていたものになるので、もし E1 がなくて E2 で作られている方はそれでもいいですし、他のところの立面だよという方はそちらを使ってもらって結構です。今、このような形でできているものというのがあります。で、ここから一個一個設定をしていくというような形になります。まずは、ちょっと表現の上書きは、一度なしにしておきます。で、一つずつやっていきたいと思います。3番、2番のところですね。まずは立面図の設定を開きます。先ほどの断面と同じです。E の02で、右クリックをしました。で、立面図設定を開くと、それぞれ選択した立面図のですね、設定に入ることができます。で、3番のモデル表示、投影要素、投影表面塗りつぶしというのがあります。モデル表示の投影要素。これに関しては、立面も断面も仕様は同じです。切断されたものと、あとは投影の要素。それより奥にあるもの。という形で切り分けることができます。今は立面でその奥にあるものを見ているので投影要素を使っています。まずは投影要素の投影表面を塗りつぶしは統一のペンカラーではなくて元の材質カラー、シェードなしというものを選択します。で、後で、この元の材質カラー、シェードなしというのが何なのかというのはお話ししていきます。で、次が非切断要素に統一ペン。非切断要素に統一ペン。チェックを入れます。で、3D のベクトル 3D ハッチングにチェックを入れますと。これで OK をすると、こんな形で出てきます。あとは、ここのところにハッチングがあったりすると、そのハッチングはですね、立面上に反映されてきます。で、先ほど言っていた、シェーディングのカラー、材質カラーと、ハッチングというのがどこにあるものなのかというと、これは前回のマジックのボリューム2の2回目で、やった材質の設定のところに入っています。木材であったりとか、タイルのオリジナルを作ったと思うんですけども、ここの表面カラー、ここがすべてシェードのカラーという扱いになっています。で、この下のテクスチャーの上にあるところですね。ベクトルハッチング。ここが先ほどベクトル 3D ハッチングにチェックを入れた時に出てくるものになるので、この2つがですね、今言っていたシェードカラー、材質カラーというものと、ベクトル 3D ハッチングというのの内訳になっています。例えば、ここの青色のガラスなんですけども、これは皆さんやらなくても大丈夫です。おそらくガラスシンプル、青、ライトというものが使われているので、ちょっとオレンジっぽいような色にですね、ごめんなさい、緑っぽいような色に変えておきます。そうするとどうなるのかというのを見ていただければと思います。OK ボタンを押すと、ここが、シェードカラーということになっています。ちょっと材質がきついので、先ほどの設定に近いものに戻しておきます。はい、で、このまま進んでいくんですけども、もう一つ、ここでは31ページのところですね、一番下にノートというのが書いてあります。影を表示したいという場合は、影をつける場合は立面図設定でモデル表示にあると。で、投影要素、投影表面を塗りつぶし、元の材質からシェードありという形になっていますが、基本的に、カラーをつけるとき、影をつけるときはですね、立面図設定から、シャドウ、太陽光と影というところのシャドウからチェックを入れて OK ボタンを押せば、それでシャドウが出てきます。で、あとはこの位置関係とかっていうのは調整することができるので、例えばもう一回立面図設定に入っていきます。これですね。ここはですね、カスタムというふうに書いてありますけど、3D ウィンドウと同じ太陽の位置にするよとか、そういったこともできます。あとは太陽の位置、ここも変えることができます。方向と位置ですね。例えばこれ、20度とかにちょっとしてみます。20度。エンターを押さずにいると決定されてきます。で、OK を押すと、このところがですね、20度になるので、ちょっと影の形が変わったと思います。まあ、そんな形で、影の、どうやって出るかというのは、3D ウィンドウで設定したものを使うのか、あるいは、方位と、あるいは太陽の角度というものを自身で設定する。立面図ごとに自身で設定するっていうこともできますので。そうすると、パースに奥深み、立面図自体にちょっとパースが効いて、奥深みが出てくるかなと思います。で、次にですね、立面図に背景を作ろうというのが32ページに出てくる項目になります。で、いろんなやり方があると思います。画像を貼ったりとか、あるいは、何かこう 2D の線で描いたりとか、塗りつぶしのツールで作ったりというのがあります。で、今回は塗りつぶしツールというものが紹介していますので、そちらでやっていきたいと思います。ツールボックスから塗りつぶしツールをダブルクリックして、設定を開いていきます。で、ここからですね、まずは、これ、アイコン、下のアイコンをクリックして、作図塗りつぶしというものにします。で、これにすると、2D のグラデーションというのが選択できるようになりますので、線形グラデーションを選択。で、86番と105番ペンを選んでいるので、ちょっとそれに合わせていきたいと思います。86番と105番のペンでやっていきたいと思います。で、書き方はこの区形の選択でやっていきたいと思います。まあ、ある程度なので、ざっくりこう囲ってしまうんですけども、こんな形でパッと囲って。で、そうするとグラデーションができています。で、このグラデーション自体はこの、ちょっと見えますかね。バッテンとちょっと棒が伸びたもので、構成されています。このバッテンをクリックすると、この塗りつぶしハンドルを移動っていうのが出てきます。で、気をつけていただきたいのが、この端点にはやらないようにお願いします。端点に行ってしまうと、端点が優先制御になってしまいますので、選択が移動しないとできなくなってしまいます。なので、ちょっと横っちょにずらすとか、そんな形でやっていただけると。で、あとはこの線は長さですね。どのぐらいの長さでグラデーションを切り替えるのかっていう形になります。で、今上に塗りつぶされているので、右クリックを押して、表示順序。一番下に表示という形で、全部下に表示してしまうと、こんな形でできてきます。あとはちょっと線が、この外形の線が、輪郭線が出ているので、この輪郭タイプというもの、ここですね。チェックして外してあげると、輪郭線がなくなるので、よりスッキリしたものになるかなと。で、あとは、表示する範囲とかっていうのはここでこう選択して、どこからどこまで表示するよっていうのは選ぶことができます。で、33ページ、点形を入れようというところで、人と樹木というのを入れていきたいと思います。まずは立面図から、人を入れます。オブジェクトツールをダブルクリックしていただいて、下の方、視覚化の人物と乗り物。で、人物輪郭というところに行くと、この点形の人というのが選べます。で、テキストではグループ輪郭01というのを選んでいます。で、ここで立面に配置するときには表示タイプを、線形上面表示というふうなところから正面というのを選びます。そうすると人が正面に向いた状態で、見ることができます。で、角度は0度でいいので0と入力しておきます。で、OK ボタンを押して、ちょっと拡大してですね、階段の横あたりに置いておきたいと思います。で、オブジェクトはすべてそうなんですけども、選択がすごくしにくいです。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、黒い点が1、2、3、4。で、決められたところにですね、ポイントが出てくるんですけども、この点を選択しないと、オブジェクトが選択できないとかっていうことがよくあります。ただ、塗りつぶしがついているものに関しては、前回やっていた、この、クイック選択というのを使うと、選択することができます。面に対して選択ができるよと言っていたものです。スペースキーをして、選択、クイック選択にして、選択するとか。そういったような形で選択することができます。で、次が、樹木ですね。樹木を置いていきたいと思います。これは、地下1階のところですね。基礎下場というところでやっていくので、基礎下場をダブルクリックして、そこで配置していきます。で、今いるところの立面のところだと、ここになるので、ちょっとこの建物の形状を消しておきます。ここら辺に配置していきます。オブジェクトツールダブルクリックをして、今度は外光ですね。外光の庭から、樹木モデル詳細をクリックします。ということで、樹木モデルの形状は一番左上のものをとりあえず選択しておきます。で、OK ボタンを押して、配置していくということで、まあ、ここら辺にカチッとクリックして配置しておきます。うん、そうするとどうなるかというと、先ほどの立面というのは、立面に配置された人というのは平面上に出てきません。ただ、平面上に配置されたものは、立面上にも出てくるというような形になっています。で、ちょっとサイズが見切れているので、増やしておきたいと思います。よいしょ。はい、こんな形で。で、こういったものもですね、辺をクリックしてあげて、辺をオフセットというのを使えば、まあ、きちんとオフセットしていくことができますので、簡単に、作っていくことができます。で、じゃあこの状態できちんとサイズであったりとかっていうのをやったら、ここでビュー一覧から新しくビューを作ると。で、ここの時はですね、ビュー保存の方法というのがもう一個あります。で、今回はまず、ここで、立面図カラーというので、保存しておくと、ここに立面図のカラーが表現されています。先ほど、この33ページの8番に書いてあることというのは、立面図のところで右クリックすると、今のビューを保存しますよっていうのもあるので、ここから一気に登録するっていうこともできます。はい、では、プレゼンボードを作ろうというところの34ページ、マスターを作ろうと。これは、レイアウトをするときに、マスターというような、テンプレートを使って配置していくと、非常に使い回しができて、楽になるというような形になります。で、図面枠の元となるマスターを作りますよと。で、マスターを作ったりするところはレイアウトブックになります。すべての図面を貼っていく際もレイアウトブックになるので、ここからやっていきたいと思います。まずは、ナビゲーター、レイアウトブックをクリックし、下段アイコンですね。ここですね。ここから、新規マスターレイアウト。これですね。これを開きます。ということで、名前を A2 テンプレートコピー。A2 テンプレートコピーというふうに入力をしておきます。サイズはもちろん A2 サイズ。で、A2 のサイズになっているのを確認して、次は余白ですね。これテキストでは0になってます。私は、10ミリから15ミリ、開けておいた方がいいと思います。この話というのは、後々の印刷の時に関わってくるので、その時に改めてお話ししたいと思います。で、そのまま作成をしていきます。すべてこのテンプレートをデフォルトで使いたい場合は、ここ、新規レイアウトをデフォルトとして設定で作成すると、これが毎回使われるデフォルトとしてセットすることができます。で、マスター A2 テンプレートをダブルクリックして、まずは A2 テンプレートをダブルクリックして、全部選択ですね。全部選択をして、右クリックからコピー。で、A2 テンプレートコピーに移動して、右クリックで貼り付けをしておきます。ちょっと更新がされてないので、一回別のテンプレートに移って戻ってきます。改定とか管理するときとかに使えるオブジェクトがちょっと読み込みがされてなかったので、こういう形にしました。で、あとは、いつも使われている図面の DWG とかを読み込みたいよっていう場合は、ファイルから外部参照、外部図面を配置で DXF などを読み込んで配置するということで、図面枠を作るっていうこともできるようになっています。まあ、こんな形で、レイアウトの設定ができました。というところで、次のページ、35ページでレイアウトを作ろうというような形になります。ナビゲーター、レイアウトブック、新規グループをクリックし、新規グループを開きます。ここで、新規作成をして、グループですね。この左から4つ目の新規グループを作ります。で、ここでは、マジックというふうに書いて作成をしておきます。で、一つ目、レイアウトを作ります。マジックが選択されていることを確認して、新規レイアウトで、パース。で、マスターレイアウト、A2 テンプレートコピーを使っています。はい、作成をします。で、ここからレイアウトをしていくんですけども、レイアウト、マジック、パースをダブルクリックして開きます。これがそのパースと呼ばれて書いたレイアウトの下地になります。で、画像を貼っていくんですけども、今回画像の用意が、前回レンダリングしたものを保存していない方はですね、ちょっとパッと作っちゃいたいと思います。そのまま 3D を開いてですね、ちょっと角度をこう調整して、で、このレンダリングボタン、設定、レンダリング設定ですね。クラシック 3D というものと 3D で説明したレンダリング設定の方で、とりあえず、まあ、アウトドア、晴れ、標準、フィジカル。前回早くする方法とかっていうのをお話したんですけども、もうこのままちょっとレンダリングしてしまいます。アウトドア、晴れ、標準、フィジカルでレンダリングをしてしまいます。で、続いて、もう一回 3D に移って、次は、カパーヘッドを選択して、スケッチですね。スケッチのレンダリングもやっておきます。ソロの方はこちらできるので使ってください。カスタムを選択して、用紙の粗さは0。で、厚さは 10% ぐらいで、こんな形で。で、3D のベクトルハッチング、ベクトルシャドウは、なしにしておきます。この状態で、こちらもレンダリングをかけておきます。サイズは両方とも 800×600 ピクセルになっています。もう一個、今回作りたいのは 3D すべてのところから、この見てる画像自体、3D の状態も保存しておきます。右クリックして、3D ウィンドウサイズの設定、ウィンドウサイズの設定ですね。この 3D から右クリックして。ここで、800の600っていう風にすると、エンターを押すと。800×600 のピクセルサイズになります。で、ここで、ファイル、名前をつけて保存。で、JPEG にして、保存してあげると同じサイズで保存することができるので、サイズに合わせて変えていってあげれば全て統一することができます。今これとこれとレンダリングしているこのものがあるんですけども、全てレンダリングし終えて保存していただいたらレイアウトの準備ができました。もう一度パースの方に行って貼り付けていきたいと思います。画像ツールというものがあります。ビューの左上、画像ツールダブルクリックして開く。まずはレンダリングされたものを開きます。これここで全ての画像になっていると思うんで、そのまま開けると思います。で、OK ボタンを押して、ちょっとでかいと思うので、配置した後にですね、クリックすれば配置ができます。200ミリ。幅200ミリでいいと思います。あとは、移動させてあげたりとかでちょっと調整してみてください。もう一回画像ツールで別のものを貼り付けます。このスケッチのレンダリングですね。これを開いて。で、ワイドが200だったんで、200ミリということで統一して貼っておきます。こんな形で貼っていくことができます。もう一個最後に貼るのは、図面ツールというものを使って貼ってみたいと思います。今まで画像ツールだったんですけど、図面ツールで貼っていきます。とりあえずクリックすると何を選びますかと。図面ツールなので内部にある平面とか断面、立面というのはできるんですけども、ローカルファイルシステムというところから押していただいて、参照いく。で、そこからすべて主要なタイプとか、あるいは、プランファイルとか JPEG、DWG とかっていうのを選ぶことができて。で、すべて主要なタイプにすると JPEG も選ぶことができます。で、そういった画像ファイルを選んでですね、最後に 3D で、出たもの、こちらを開いてみたいと思います。そうするとこんな形で、配置することができます。で、もちろん、図面なのでここダブルクリックして、サイズと表示。先ほど、幅が200だったので、これ200ミリで、OK を押しておきます。そうすると貼り付けることができます。ちょっと移動してですね、調整しておきます。で一見、同じように見えるんですけども、何が違うのかっていうと、ものとして、こんな形になってますが、まず一つ、枠がつかないっていうこと。こっちは枠をつけることができます。で、もう一つがですね、画像で貼り付けたものは、こう、サイズを、こんな形で変更することができるんですけども、図面で貼り付けた方は、さらに、この拡大縮小に、プラスして、端点クリックするとわかるんですけども、ここで、ポリゴンから削除というものが使えます。そうするとどうなるかというと、例えば、ちょっと拡大します。この建物の外側がいらないよというふうに消してあげると消すことができます。そんな形でクリップができるっていうのが図面ツールで配置された時の特典になっています。今クリップしたら点々点になってますけども、図面ツールをダブルクリックして枠、印刷枠を追加っていうところでオフセット0ミリでクリックしてあげるとこの切り取ったところにラインができます。なので、枠のライン、切り取らなければ、配置されたラインで、線が入れられるっていうのが図面ツールでさらにプラスしてできることになるので、ここの部分というのは使い分けしてもらえればいいかなと思います。はい。ではですね、印刷しようというところになります。レイアウトした図面を印刷設定しますと。モデルを作ってビューを登録して、登録したものをここに貼り付けていくっていうような形になっています。で、最後はこれを印刷するというところになっていくんですけども、発行セット。メニューバーからドキュメント発行を選択します。これが発行になっています。ここの上矢印、ワンレベル上というのをクリックします。で、今回はレイアウトから印刷をやってみるので、レイアウトというのを選択します。で、発行プロパティ、発行の方法を印刷にと。これもし出てない方は、ここの発行プロパティクリックすると出てきます。発行プロパティの、こうですね。これを印刷にしておきます。で、OK を押します。で、これ、レイアウトをダブルクリックすると、中に入っていきます。まず、マジックというものを選択します。で、ここからですね、形式ページ印刷オプションでサイズとか、プリンターを設定しますよというふうになっています。フォルダごとですね、選択することもできるんですけど、一枚一枚決定することもできます。で、ここでページ設定、ですね、印刷であったりとかサイズで横。今 A4 横にしてます。さっき A2 で設定したので、ちょうど 50% のサイズですね、に印刷しますよっていうような設定にしています。で、印刷っていうのを押すと、今度は印刷の設定ができます。どのぐらいの品質で出すのかとか。で、ここでざっくりやったら、最後印刷オプションになります。で、ここで出てくるのは、サイズ変更のところです。100% で印刷すると、9枚印刷しないとダメですよとか、左端使うと4枚。と、ちょっとここがはみ出てますよとかっていうような見分けがつきます。ページサイズ、A4 と同じサイズにするには 48% にすれば印刷できますよというような形になります。で、ここで先ほど話したところを思い出していただきたいんですけども、キャンセルをして、これで印刷ができるんですけども、もう一回テンプレートのコピーの設定に入っていきます。ここ、10から15ミリ開けておくと、5ミリだとギリギリ OK だと思います。印刷の余白ができます。余白ができるとどうなるかというと、先ほどのですね、ここのとこの印刷オプション見てみると 50% ができます。つまり、0にするとですね、印刷するときに 48% になってしまって、ちょっと縮小された図面が出てきます。ただ、こういうふうに枠の余白を10ミリでも取っておくとですね、2分の1というか 50% 縮小された図面をきちんと出すことができる。これは A1 から A3 にするのも一緒ですし、A2 から A4 にするのも一緒なので、ここの部分というのは、細かく出していくことができます。なので、余白を10ミリ取っておくというのはすごく重要なところになります。で、続いてもう一回。レベル1個上に戻って、今度は発行プロパティというところから、ファイルの保存を押していきます。で、もう一度ダブルクリックして中に入ると、またちょっと変わっています。今度はファイルの保存にすると、一括で PDF にしたりとか、あるいは、ここですね、特性と形式とあるんですけど、ここです。ここで DWG に一気に印刷しますよとか、PDF に一気に印刷しますよっていうことができます。で、何個かあった場合、例えば PDF が何個かあるよっていう場合は、単一 PDF に結合っていうのを押すとですね、1個の PDF にまとめて、レイアウトを全部出してくれる。で、もう1個がここ、発行をした時にすぐ発行されるんですけども、出力するセットという選択した項目だけなのか、あるいはバージョンという管理があるんですけども、バージョンごとのレイアウトだけを印刷するのか、セット全体すべてを印刷するのかっていうのを選択できます。で、フォルダーを選択していれば、その中に入っているものすべて。その中の1個を選択すれば1個だけが印刷することができます。で、次にですね、プレゼンボードを作ろう。最後の項目になります。BIMx ハイパーモデルを発行しようというところになっていきます。で、BIMx ハイパーモデルの作り方なんですけども、まずは 3D にしておきます。ちょっと先ほどのやつがあるので、これは、一番最大表示で戻しておきます。で、いろいろと書いてあると思うんですけども、このやり方をやっていただいても構わないですし、とりあえず見てみたいという方は、もう 3D のこの画面にしたらですね、一番おすすめの方法です。左上、ファイルから、BIMx ハイパーモデルを発行。とりあえずこれを押します。そうすれば、名前を付けて、出すことができます。レイアウトはレイアウトブック全体にするのか、なしにするのかっていうのも選べます。で、とりあえず、レイアウトなしで、今回私の方は書き出します。アプリで、例えば Android とか iOS で、アプリケーションで BIMx をダウンロードして見たいという方は、レイアウトブック全体で書き出しておいてください。パソコンの場合はレイアウトブックまで確認することができないので。で、オプションの方で、このレンダリングのですね、簡易的なレンダリングをかけるのかかけないのかっていうのも選択ができます。で、今回は時間の都合上、チェックは外しておきます。皆さんはつけておいても大丈夫です。で、次へと。で、どこに書き出しますかという形で、聞いてきてますので、ドキュメントのところでいいです。で、保存後 BIMx デスクトップビューアーを開始するというので発行すると、そのまま書き出しがされていって、で、終わるとですね、発行されて出てきます。なので、38ページに書いてある項目を1個ずつやっていっていただいても大丈夫ですし、それ自体をもうやらないというような形で、さっと進めるっていうこともできます。はい、書き出されてきました。ということで、出てくるんですけども、とりあえず、BIMx が立ち上がったらですね、この太いバーのところはエスケープキーを押すとですね、こう、解除ができます。で、設定のところで、いろんな設定ができます。シャドウを入れたりとか、レンダリングモードを変えたりとか、線を入れたりとかっていうような形で、することができます。で、あとはですね、キー操作ガイドを見ていただくと、操作の方法が出てきます。移動に関しては、WSAD というキーボードを使うんですけども、矢印のですね、アップダウンと、左右の矢印キーでも十分操作ができます。で、これに関しては、エスケープを押してですね、このメニューバーを下げていただいた状態だと、まず、こんな形でマウスで視点を動かします。ちょっと酔ってしまう方いらっしゃったら、少し目を離しておいていただいて、で、こんな形で移動していって見ていくことができるようになっています。影が入っているので、こんな形になってますね。で、この前に進んだりとか、後ろに進んだりとか、横に進んだりはキーボードでやっていただくと。で、空に浮かんでる場合とかっていうのは右上にですね、飛行機のマーク出てるんですけども、F キーを押すと、設定されたアイレベルの高さから歩くことができるので、どういう形になっているかっていうのを見ることができます。こんな形で、書き出すことができます。で、それにプラスして、アプリ版では、例えば 2D と 3D をこう、混ぜてミックスして見せたりとかっていうことができるんで。これはですね、BIMx のですね、弊社のホームページを見ていただくと、どんなものかっていうのはよりわかるかなと思います。ではですね、一回終了して、最後の Tips で終わりたいと思います。最後、Tips 3D ドキュメントを作ってみようというところになります。3D ドキュメントが何かというと、3D のモデルに寸法とか書き込みができるっていうようなものになっています。ではですね、1階の方で書き込んでみたいと思います。モデルに、モデル一覧の方の1階に移動して、無地塗りつぶしの形のところで、ちょっと見ていきたいと思います。ここで、見ていくのは階段のところですね、これと合わせますので、前回やりました。区形選択ツールで、太枠で全階層分を見るというような形で、ここら辺をちょっと囲って F5 キーで 3D 化すると。こんな形になってます。はい。で、どうするかというと、空いているところで右クリックをして 3D ドキュメント作成。というのを押してもらうと 3D ドキュメントができます。こんな形で。で、どんなことができるのかというと、この寸法を打つことがまずできます。例えば、ここでクリックして、建具のところで取ってしまいます。青色になるとこう反応しているところになるんですけども、こんな形で。よいしょ。取れたかな？ちょっとこの寸法の取り方がコツがいるんですけど、こんな形で寸法を入れることができます。寸法を入れるだけではなくて、この建具は線だけじゃないです。ちゃんとBIMの情報を持ってますので、2200とかっていう風にサイズを、高さを変えてみると、高さも変わります。で、寸法も一緒についてきてくれるというような連動は 2D とかと同じような形で。で、取れる取れないはきちんとポイントを押さえたりとか、ちゃんと見えてるところじゃないと取れなかったりするので、ちょっと、取り方に、工夫が必要なんですけども、こういう BIMx と、あとは 3D ドキュメントっていうものを組み合わせながらこう見ていくっていうこともできる。こんな形で、やっていただければなと思います。ここが最後の Tips になっていきます。ということで、トータルでボリューム2も3回やってきましたけども、様々なボリューム1ではやらなかったような内容というのを、ボリューム2では紹介しております。でこれ以外にもいろいろとですね、今後もオンラインの情報をやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん見ていただければと思います。